やってきました。天寺、悪魔のようにことをやるっていう天寺、徳島では茶臼山5分のところにありました。もともとは奈良時代、薬師院、薬を使って、治す病院、赤十字、それと赤十字のトップが遊女っていうことも分かっているから、いろんな意味の男にとっての女としての隠す、奇跡、芸人をやるキリシタン寺じゃないかっていう仮説です。史跡だから、ミトラ教のあれも含まれてる。聖武天皇というのがキリシタン天皇か。法華滅罪の寺、法華水田寿長は10人の尼僧が置かれたことが知られています。中心に範囲が国の史跡に指定されました。近藤跡と考えられる。徳島石井の虹と同じ構造か。だからキリシタン灯籠とかがある道学寺と同じやるかね。こういう文字で使用されて、井戸は七千と呼ばれ、そのうちの一つ大泉。大泉ね、大泉学園、新宿線、西武新宿線、じゃないか、大泉学園、いや新宿線だね。違う、あれは池袋線か。菅原道真、キリシタン菅原、白豚の塩ってことは言うね。岡田さん、その灯籠かね。どこもね、古くからある灯籠。大きい。だいぶ白ボタン、昔を香る白ボタン、寺行くよ、昔を香る白ボタン、古代白ボタン、中条サザレイシか、サザレイ、岡崎、キルト見分けるのとは
教公明皇后の美徳は長くいつまでも残る。公明皇后は一つのポイントだね。遊女公明皇后天平の昔を思い巡らして書く書き写す。高浜虚子。これはだから内容の砂鉄というか、珍しい。なんか灯籠は特殊だね。そんな言われたらちょっと躊躇するな。いや多分この間もすっとったけど大丈夫だと思うよ。めったに包み込んでるって。最後わさびいいよ。これボタンまだつぼみがあるで。帰ってきたの？あ、うん、旦那さん。まあここ入るの。ちゃ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 。どっちの席？うん、白色のものがあるよ。あ、帰ってきたよ。困るやろ。古墳はどこにあるか。はい。国分寺は向こうです。